はい、リトルアンカー続きからやっていきたいと思います。前回はね、なかなかにすごい回だったかなと思うんですけれども、あのね、前回セーブしてちょっとびっくりしたんですけど、見てください、アイコンがなんかルシオくんになってて、あれ、私ルシオくんルート入ったと思って、その可能性ありますよね。いいけどね。艦長、副艦長、偵察機から所属不明のイクシオ SG 部隊を発見したとの報告です。気づかれる前に離脱できましたか？はい、ただおそらくあちらが探しているのはこの艦か同行の民間船だと思われます。宇宙軍か地上駐留部隊かはまだ判明していないんですね。現在紹介中です。ただおそらくは地上の駐留部隊ではないかということでした。地上の駐留部隊、同行している民間船の確保が目的の可能性もありますね。判明しました。識別コードはイクシオのエジプト駐留部隊のものです。エジプト？どうするユキド、この分じゃどうやら見つかるのは時間の問題ってとこだろう。予定航行ルート通りに直進すれば、いやでもあちらさんとこんにちはだ。そうですね、ステルスモードで距離を詰めつつ様子を伺い、 SG を偵察に出すのが妥当かもしれません。それでなくてもこの先避けられない戦闘が多くなると、なるべくここは回避したいところですけど、ちょっとでもうちには一人ヤバいやついるからね。単艦ならそれも可能かもしれませんが、今は難しいでしょう。そうですね、逆に民間船を安全に領域へ避難退避させるまでエルシオンで足止めするべきですが、最終的にそうなるでしょう。それになるべく長居はしたくありません。何しろエジプトは目と鼻の先です。増援を呼ばれたら面倒です。危険なことこの上ない。だとするとさっき木野さんが言った通り、 SG で偵察に出てもらうのがいいんでしょうか。そうね、まあそう、誰が行くって話よね。でもね、そうですね。ではレイシェンさんにその方向でお願いしましょう。わかりました。アルバさん、ひとまず減速を。了解。クロエさん、総員第三種戦闘配置に、あと整備デッキのレイシェンさんにつないでください。はい。あちらの船に退避勧告を出します。少し戻ることになりますが、ヤンブーに退避してもらいましょう。ヤンブー、その間エルシオンは前に出て敵 SG 部隊の攻撃を引きつけます。リフレクトモード起動の許可。何リフレクトモードって？あれ、レイシェンさん、レイシェンさん。何、無視。レイシェンさん、まさかの。どうかしましたか？レイシェンさんが気づいてくれないんです。映像は出たんですけど。なんか思うことがあるのよ、きっと。何なんだろう。でもあのロケットだよね、あれね、中に何が入ってんだろう。ぼんやりしてますね、声聞こえてないみたい。レイシェンさん、応答してください。ぼんやりも少し違うかな。何か見てる。ペンダント、ロケットかな。何をしてるんだろう。無反応だね。レイシェンさん、呼びかけてるのに無視する人じゃないんですけどね。中に写真があったような。何の写真なんだろう。覗き見みたいなことしちゃダメだよね。考え事でもしてるんでしょうか。直接整備デッキまで行って伝えてきた方がいいかもしれません。もしかして音声がオフになっていませんか？ SG 側で音声を切っているのかもしれません。え？なるほど。なるほど。その可能性がありましたね。ハンガー、応答願います。お、どうしたよ、クロエちゃん。もしかしてデートのお誘い？またそんなこと言ってる。違います。ありえません。いいね、ありえません。即答かよ、つまんね。それよりレイシェンさんに SG の音声回路をオンにするよう伝えてください。 SG 乗って何やってんだあいつ。おいレイシェン、開けろ。ついでに音声殺してんな。カーンって。ブ
イッチからクレーム来たじゃねえか。俺に余計な仕事させるとはあんたただものじゃねえな。気づいたみたい。すまない。なんだ。偵察機が陸将のエジプト駐留部隊所属の SG 部隊を発見しました。おそらくあちらの狙いはこの艦です。民間船の退避が完了するまでの間、敵機を引きつけます。敵 SG の注意を民間船に向けないよう誘導をお願いできますか。行動範囲が制限されることになりますが。分かった。至急発進する。敵機のポイントをくれ。ポイント転送します。よろしくお願いします。民間船ですけど退避してもらうだけで大丈夫ですか。 SG の護衛をつけた方が良くないですか。ですがそこまでこちらの戦力に余裕があるわけでもありません。足止めをし損ねると共倒れです。まあね、戦力ちょっと一人やっぱ戦力なのかどうか怪しい人いるじゃない。あの方をちょっとそっちにつけるって手も、まあ、あるんじゃないかなって私は思うんだけど。エリシオに敵の注意を完全に引きつけろってことですか。もう少し戦力に余裕があれば。タックの協力が全く得られないのが補給上の難点ですね。今まで EUG の軍事設備や機体はほぼ独占状態でしたから、補給ポイントがタック関連ばかりなのは納得ですが。宇宙資源管理機構の中立性確保のため、タックでもプレアデスでもない民間企業の技術提供を受けています。でも難しいわね、横文字ばっか並べないでほしいよね。はい。ミッドアイランドはパワードスーツ生産の高い技術を持っていますし、元来職人仇の企業です。地味な企業ですが総合技術は高い。しかも技術革新に積極的なこともあって一世代先の技術を持っています。タックとしては独占を崩されただけでなく、最新技術を使われて性能差をつけられていますからね。面白くはないでしょ。逆に下手に整備を引き受けてスパイ扱いされるのも勘弁なのではないですか。難しいんですね戦争って。企業同士の争いまで関わってくるんですか。むしろそちらがメインなのかもしれませんよ。まあ、それはそうだよね。いえ、気になさらないでください。あなたにはわかるはずもありませんし。やめてよ、わかるはずがないって。もし勉強する気があるならミッドアイランド出身のボリスさんに聞いてください。ヨシアキ、敵 SG と接触しました。敵機4。あれ、接触が早くないですか。ですよね。それにレイシェンさんとルシオさんの機影が、え、全然違うところにいる。うわ、まただよもう。ごめん、ヨシアに先行されたよ。誘導するからレイシェンさんが遠回りでルート指示出したんだけど、すぐ追いかけるよ。でもちょっと誘導難しいかも。そうだよねレイシェンさん。退避急いでくれ。あのままでは巻き込みかねない。なるべく修正する。まずいですね。アルバさん、エリシオンを縦にできるよう対応をお願いします。おいおい、戦闘速度でぶっ飛んでる SG の動きに対応しろって。あんまり無茶言ってくれるなよ。うわ、なんかもうほんと。いやいや、それはもちろんやるけどね。って、ちょっと待て。あ、何？足でまといの退避が完全に終了するまで足止めしろだって。バカバカしい。非効率的すぎる。こんな雑魚連中、近づける前に撃墜してしまえば何の問題もないはずだ。全て片付けてしまえばいいんだよ。もうほんと何なの。よしよ、下がれ。そっちはダメだ、巻き込んじゃうよ。うるさい、邪魔をするな。この間はあんたのせいで。艦長が言っていたはずだ。
最優先事項を忘れるな。安全確保が最優先ならさっさと撃墜してしまえばいい。もうね、ほんと本来ありえないよ、こんなにね、上の人間の言うこと聞かない人ね、もう即刻首よ。もう本当に懲罰だよ、懲罰。お前がどうなると俺には関係ない。だがお前の独断が任務の遂行を阻害するのなら話は別だ。あ、いいよレイシェンさん、もっと言ってやって。戻れヨシア、艦長の指示通りに動け、命令だ。ヨシア、俺は間違ってなんかない。あんな奴らの言うことなんかいちいち聞いてられるか。副艦長とは言っても SG での戦いに関しては俺の方が詳しい。ふん、そんなものに当たるか。もうやだよね、この謎の地震ね、ほんとね。よしや、ちっ、あっ、大中の民間船に被弾です。最悪、ちょっと至急被害状況を確認してください。まだ独力で動ける状態ですか。被害状況は船尾機関部のみです。怪我人等はありませんが、被弾場所のせいか水力が落ちているようです。まあでもよかったね、怪我人がいないのはね。吉田さんの SG を狙った敵の攻撃が民間船に当たっちゃうなんて。吉田さんは優秀なパイロット、自分に向けられた攻撃は当然避けてしまう。なんかさ、よりのでその後ろに守るべき船がいたなんて。機関部ですか。だとすると離脱には牽引が必要そうですね。民間船の人たちをエルシオに退避させましょう。今ならまだ間に合います。艦長、そうだよね、そうだよね。まあこれはちょっとユタちゃんの意見は正しいと思いますよ。私今ここで乗員をすべてエルシオンに避難させるというのも相当な無茶ですよ。合ってます。でも今ならまだ船が壊れただけで人的被害がありません。そうよ、人的被害が出てからじゃ遅いのよ。乗員を避難させて可能なら、あ、でもそれは難しくない。物まで入れるのはちょっと難しいわね。わかりました、あちらの艦長にそう申し入れてみましょう。どちらにしろSG 部隊に足止めを願う必要があります。本艦に敵 SG を近づけさせないようにしてください。最悪の場合エルシオンが盾となります。リフレクトモードで持ちこたえてください。艦長、リフレクトも万能ではないのですよ。ねえ待って、でもさ、これ始まってからずっと思ってるんだけどさ、このゲーム、なんだろうね、艦長が言うことに対してみんなちょっとネガティブすぎない？なんかさっきまででもリフレクトどの子に触れたじゃない。よろしいですね、耐えなさい、そこは頑張って、ね、何これ、何、まあ、バトルすんの。あまり見る押したかった、見ない押しちゃった。まあ、いや適当でも勝てるわよ。謎の自信ね、勝てる勝てる。早く指示をよこせ。何うるさいな。なった、ドイツを攻撃しろって。近くに敵がいないだろう。そう、もう帰還か。ヨシアキ、帰還しました。いらんな、そんな弱腰でよく艦長が務まるな。艦長命令です、ヨシアさん、口を慎んでください。本当よ艦長、いつでも OK だ。ひょ、待って、でも全員機関しか押せないんだけど。ちょうど腹も減ってきたところなんだ。ただいま。ルシオキ、機関しました。待機中につき指示をお願いします。リフレクトモード、走行モードリフレクトに変更します。走行モード変更、リフレクト。走行モードをリフレクションに変更しました。現在待機中。了解、待機する。あ、機関以外あった。何すりゃいいんだ。最低。じらすのは時と場合によっては逆効果だぜ。間違えて返しちゃう。なんだ。わかった。待つのも悪くない。ラジャー、攻撃態勢に入る。は？敵 SG。一気に来たし。最低。ラジャー、攻撃態勢に入る。やべ。
返したの本当ミスだよね。まあ、でもまた出ればいいだけだから。攻撃態勢に入る。そうよ、出ればいいだけ。困ったな。本館に接近中。ラジャー、攻撃態勢に入る。全員同じ声よ。四つ子？敵 SG 本館に接近中。指示をお願いします。了解です。ジャフランチャー、射出準備お願いします。艦長、早く、ようやく発進か。遅いぞ、待たせすぎだ。ジャフ発射、電波妨害を開始します。敵の通信妨害に成功。よしあき、出ます。謎に発進ムービーを見ることになったね。ヨシアキ、出撃しました。艦長、ご指示を。敵機を迎撃します。どうした艦長、まだ発進出番だね。ルシオ、ごめんね。ルシオくん、ルシオくんは、ね、一度戻してしまったのは本当にミスだと思う。ごめんね。発進したターン攻撃できないの痛いな。ヨシアキ、出撃しました。何、撃て。損傷は軽微、戦闘続行は可能だ。当然の結果です。いいダメージじゃないですか、うん、どうだ。ちょっとレイシェンさんにやめてよ。俺はお前たちにやられるつもりはない。そうだそうだ。艦長、早く戦わせてくれ。よし、任せろ。どうだ。たあいもない。なんで私の好きな子ばか狙われるんだ。やってくれるじゃんか。落ちろ。おお。損傷は軽微、戦闘続行は可能だ。なんかダメージ低いな。現在待機中、命令を行う。了解だ。こいつは俺がやる。くれ。早い。おっと、危ないな。受ける。当たったらどうするんだ。早い。どうだ。たあいもない。ヨシアキ被弾。艦長、いつでも OK。よし、この敵は任せろ。で、どうすればいい。特に何もすることないよな。時と場合によっては逆効果だぜ。ごめんね。俺の番だな。命令特にすることないんだよな。わかった。待つのも悪くない。艦長、ご指示を。了解。待機します。艦長、ご指示を。どうしよう。お任せください。全弾発射。おいいダメージ。強。損傷は軽微。戦闘続行は可能だ。強くない。邪魔だ。早くしろ、俺を戦わせてくれ。そうこなくちゃな。行くぞー。てー、いや強いな。戦闘続行は可能だ、うん、ずっとミサイルでいいわ。どうだ。受ける。あ、聞いてんだよ、も一応。たあいもない。たあいもない。リフレクトモードにて、ダメージ軽減に成功。あ、素晴らしい。うん、前段発射。機体の損傷が危険領域に達した。落ちたよ。これで、敵も少しは答えたことでしょう。どうだ。リフレクト強くない？ねえ。たあいもない。メインスラスターに被弾。ただ航行には支障ありません。どうだ。向こうのターン早くない？なんで？なんなの？あ、ごめん。おお、叫び声も可愛いね。え？今度は俺のためだけに聞かせてほしいな。嫌です。結構です。何言ってんだたち。
戦闘中にナンパはやめてください。戦闘中以外もやめてください。若いね、がむしゃらに攻めるだけじゃダメなんだよな。うっせえな、人がどんな誘い方しようが勝手だろ。うっせえのはおめえだよ。緊張感ないわね。戦闘中に何やってんだ、さっさと仕事せんか。指示を頼む。分かった、標的は食らえ。これ当たんなかったら笑うよね。当たった当たった。機体の損傷が危険領域に達した。俺の前に現れるのが悪いんだ。敵 SG 大破。言い方艦長もやるもんだね。今の戦いはいい判断でした。本当？この調子で頑張ってください。どうも。簡単だったわよ。でもなんとかなりましたね。民間人の収容は終了しています。船の方は貨物エリアもなんとか本艦に積載できました。ああよかったよかった。ところで艦長、ヨシュア・ラインベルガー少尉の処罰ですが。ああもう処罰処罰、本当に処罰。さすがにお咎めなしは無理ですか。命令に違反した挙句、結果的に護衛すべき対象を危険にさらしてしまったわけです。その後の働きは確かに目を見張るものがありましたが、それだけで帳消しにすることもできません。うん、できないできない、絶対できない。うん。艦長、冷戦機はじめ SG 部隊帰投しました。わかりました。ヨシアさんに私の部屋へ来るように通達をお願いします。あ、はい、わかりました。お願いですからそんな顔しないでください。まるで私が彼をいじめてるみたいじゃないですか。じゃあ待って、私にいじめさせてほしい。安心してください、どうせ大した処罰にもなりませんよ。せいぜい数日の映像入りです。そんなレベルなの、うっそん。なんかもうねえ、一生トイレ掃除とか。彼は貴重なパイロットです。ここで降ろしてしまうわけにもいきません。頭が痛い人材ではありますが。では失礼します。艦長、避難してきた民間船船長の方から通信が入っています。艦長とお話ししたいと。何ですか、うん、はい、回します。他の船まで巻き込んでしまった失敗、これは艦長である私の責任だよね。たった一つのミスが戦況やみんなを取り巻く状況を大きく変えてしまう。やっぱり戦争なんてやってていいものじゃないよね。早く終わらせなきゃ。それはそう。艦長、艦長、見ました？何何何見たの？何かあったの？あ、見てませんか。今日ヨシアさんの謹慎が解けたじゃないですか。早くない？そうだっけ、少し落ち着いた。うーん、落ち着いてるっていうか暗いです。あのいつも自信満々のヨシアさんが、明日雨かも。雨どころか雪かもしれないよ。もしくは雷雨かも、うん、ショックだったのかな、その謹慎が。ヨシアさんエリートっぽいですしね、あんまり挫折を味わったことはなさそうですよね。でもまだ二十歳にもなってないし、そんなものですよね。ちょっと心配です。待って、そんなに若いの？だってそんな二十歳にもなって子供でしょ。怒られて当然よ。もう叱られるうちが花よ。さっき廊下ですれ違いましたよ。整備デッキに向かってたんじゃないでしょうか。うん、仕方なしよ、仕方なし。はい、行ってらっしゃい。それより私、レイシェンさんのあのロケットの中が何が入ったのか気になるもん、写真。ね。はぁって言ってる。お、なんだよ、ヨシュアじゃねえか。もう謹慎は終わったのかよ。しょぼくれてんな。なんだ、そんな謹慎が答えたっての？ったく、これだからお坊ちゃまは、しっかりしろっての。やれやれ、
優等生様も肩なしだな。あんたは。いや、いい。なあ、おいおい、平気かよ。俺は今回の失策の責任を取って艦を降りる。それでいいだろう。そうね、まあ私は止めないわ。仕方ないもん。そうな、本人の意思はやっぱ尊重しなきゃね。は？あれ、艦長。艦長か。ちょうどいい。手間が省けた。突然何を言い出すんですか。いくら足手まといだったとはいえ、護衛すべき船を巻き込んだのは俺のミスだ。結果的にこの艦の立場を悪くした俺を邪魔に思う輩も少なくはないだろうからな。ああ確か。そう思うとなんか私すごいひどい人間みたいじゃないの。やめてよ。でもそんなこと誰も言ってません。そりゃ命令違反はちょっと困りますけど。はい。嘘をつけ。みんな内心では俺のことを無能な奴だと思っているはずだ。ごめんなさい、思ってた。本当にごめんね。でも内心だから、言葉にね、それ本人に言ったら最低よ。でも思うことは自由よ。しょうがないじゃない。バカなこと言わないでください。なんでそんなことを。みんな心配してますよ。ほっとけって艦長。こいつ拗ねてんだよ。自分の思い通りにならなかったからに決まってんじゃん。まったくお子様だよな。だよな。うるさい。自分から艦を降りるっつってんだし、勝手にさせとけばいいじゃん。そこまで面倒を見てやる必要ねえよ。もうそれに関してはもう私ちょっとビオレの意見に賛成。なんだなんだ、なんか大声が。お、ヨシは謹慎解けたか。よかったな。心にもないことを言われても腹が立つだけだ。え、なんかあったの艦長。もうルシオ君はこんなにいい子なのに。それが今回の責任を取って艦を降りるって言うんです。え、おいおい、ヨシは冷静になれよ。冷静に決まってるだろうが。大体俺がいなくなればあんたには都合はいいだろ。なんか嫌な女みたいなこと言うな。その俺がいなくなればやとか、なんかね、私がいなくねってりゃいいのよみたいな、嫌な女みたいなこと言うよ。どうしたの、やめなよ。そういうの良くないと思うな。え、なんで。そんなわけないじゃん。は、何寝ぼけたこと言ってんだよ。都合悪すぎだって。ヨシアは俺の仲間だろ。それにヨシアはこの船に絶対必要だよ。なんつったってたった3人しかいないパイロットなんだぜ。そんなことを言われても騙されないぞ。困ったな。嘘じゃないんだけどな。ヨシアの技術みんな認めてるよ。そりゃすぐ命令無視して突っ込んでっちゃうのはちょっと頭痛いけどね。それにヨシアがいなくなったらレイシェンさんも頭抱えちゃうよなあ。レイシェンさん、そうだよな。な、逃げるのか。逃げるだと。己のミスとそれが引き起こした現実から逃げるのか、ヨシア。そんなことするものか。ならこの場で責任を取れ。現場から逃げ、その先で何かをやったところで意味はない。この場で誰の目にも見える形で責任を取れ。それだけだ。レイシェンさんかっこいい。あいつもあんなにたくさん喋ることはあんだな。初めて見たわ。私もあんまり何回も見たことはないですね。他人のことどころか自分のこともどうでもよさそうに見えんだよな。まあどうでもいいけど。レイシェンさん結構ヨシアのこと気にかけてんだよ。あれでも俺が降りれば
この間のパイロットはたった二人になる。それを避けたいだけだ。だからそんなことないって。もういじけるのやめて。あれ、誰？あら、ここどこかしら。おかしいわね。ブリッジに行こうと思っていたのに。誰？あ、この人もしかしてあれじゃないの？その船の人じゃないの？ブリッジ何時のご用でしたか？ええ、艦長さんにご挨拶しようと思っていたの。ついでにお願いがあって。あの、ブリッジはどちら？あ、私はソフィアと申します。ソフィア・クリストワ。先日助けていただいた船に乗っていたの。ほら、やっぱり。ん？ソフィア、なんか聞いたことがあるような。ソフィア、ソフィア・クリストワだって？何なの？有名な方？うわ、本気で知らねえのかよ。あんたらちゃんとニュース見ろ。ごめんなさい、あの時事ネタにちょっと弱くて。あら、もしかして私のことをご存知でいらっしゃるの？嬉しいわ。私、報道レポーターなんです。なるほど、そういうこと。滝川クリステルね。違うね。覚えていてくださったのね。光栄だわ。うわ、マジかよ。俺あんたのファンでさ。本当にファン？まあ、ありがとう。陸将に襲撃されるなんて運が悪いと思っていたけれど、それだけでもなかったようね。きっと運命が俺とあんたを巡り合わせてくれた。あ、なんか言ってる。なあ、お上手ね。こらー、ビオリー、いつまでサボってんだ。うわ、やっべ。じゃあソフィアちゃん、また後で。はい、お疲れ様です。艦長もまた後でな。本当に申し訳ありません。力及ばず船があんなことに。あら、気にしないでくださいね。こうやって無事だったんですもの。それに特に被害もなかったようよ。ならよかった。うん。あなたに？あら、じゃああなたが艦長さんなの？面白いな、この雪村大佐ですっていうの面白いな。まだ若い女性の艦長さんだというのは知っていたけれど、こんなに可愛らしい方だったのね。あ、どうも可愛らしいみたいです。恐縮です。とんでもないわ。恐縮するのは私の方。いきなりぶしつけのお願いをするつもりなんですもの。何？この船大破させろとか？昨日急に本社から緊急命令が来たの。それもEUG 統合作戦本部への出頭命令だったのよ。このソフィアさんにですか？そう、この1階の報道レポーターの私になの。でも今ってまた戦況が激しくなっているし、一般航路も結構規制が激しいでしょ。特にこの辺りってやっぱり最前線だけあって、いろいろと面倒なのよ。普通に通り抜けたいだけなのに、こうやって襲撃されたりするし。そこで艦長さんにお願いがあるの。何、連れてけってこと？この艦はヘルシンキを目指しているんでしょ。私も一緒に乗せていってくださらないかしら。別にいいんじゃない？悪い人ではないでしょ。あ、エンディングです。エンディング入るなってタイミングだったね、今ね。連れてってくれませんか？え？でもアニメの本当その感じだよね。なるほどね。だから今回の話はもう完全にあれだよね、吉羽会だったってことよね。だからこれで吉羽を好きになれなければもう無理だよね。私はちょっとなれなかったんだけど、どうしたらいい？あ、ビオレ逆に好きになった。うん。なんだろうな、この吉羽は好きなんだけどな。なんだろうね。あ、喋らなければいいんだと思う。うん。いや、ルシオくんなのかな、私は。狙ってたのは全然違うんだけどね。
レイシェンさんか、でもレイシェンさんはな、いや私ここだと思ってたんだけどな。なんでだろう。面白いねこの最後ね、足痛いってなんか棒読みで。え、これで何話まで来たんだろう。結構進んだ。些細な行き違いが大きな不和を生み、それは人々を巻き込んで嵐のように荒れ狂った。しかし通り過ぎた嵐がもたらした恵みの雨は地面を固め、その地面は新たな絆を育てる土壌となる。きっと撒かれた種は間近に迫り来る戦いの炎さえも耐え忍び、立派に芽吹くことだろう。次回リトルアンカー第4話、地中海の風。次回もサービスサービス。あ、もうルシオくんだね。見て、ヨシは一番低いのはもうなんかリアルだよね。うん、すごくリアルだと思う。なるほどね。じゃあ一旦今回ここで終わりますかね。でもこれ多分ね、本編に終わらせ、いいえ。終わらせてくれね。うん、分かった分かった、はいはい。ああ、やっぱり地中海はいいね。これぞ故郷の風。いや、私トップに戻りたいんですよ。スチール見たくて、さっきのなんかもろもろスチールあったでしょ。それをちょっと見たいよね。はい、4話か。え、何話まであるんだったかな。確か12話とかまでだった気がする。え、待って、長くない？え、今まだそうだよね。こんなスチール見ました、私。え？このスチールに記憶がないんだけど、私見ました、今のスチール。これを見ました。なんか記憶にございませんってスチールが多々あるんだけど、これだよね。顔がいい、うん、顔が綺麗だよね、この人。え、でも髪型違うくない？と、うん。はい、ということでね。ああ、っていう。はい、ということで、これで終わりたいと思います。バイバイ。